もうバン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 ぐるぐる前にもう、ほんで慌ててその軽き抜きボーンって入れて、ほんならその中にその全国大会持っていこうっていうのがおったよね。俺の中ではそいつが一番やもとったと。ほんならそいつももう素人になってこう何回りよる。で結局死んだよね。で何本か死ぬ。ほんでその横の池にそのどっちの日本一と2番目になるやつがおった。一緒の腹やったんやけど、でここ数十匹死んで、ほんでまあ仕方ない亡くなったものはけど日本一っていうのをこっち目指しとったのに、ほんであの日本一になったやつを俺2歳にしようと思った、はい、で2番のやつ、はい、2番のやつは岡山で使おう、はい、でその時に決めとったのに、ほんならこれ岡山で使っても上位いけられるやろう、でこいつは2歳に残して、うん、これで2歳で日本一狙えれるやろう、でこいつで東西で日本一狙おう、ユンがこっちにおったらね、らそれ死んでしもうて、でそんなこともまあ数人は知っとんやけど、やってしもうた相手。でもそんなことがあったんですね。うん、あったな。ほんでその時も対馬くん、あの時ほら3番やったから、はい、でそんな中で話しよって、俺実はこっちの池に一番持っていこうって思いよったのがおったんじゃーなんか、ほんなら陽介さん、陽介さんで野生児のってそんな時の方がええ結果出るかもしれんどなんか言うて、なるほど、すっごい心強い言葉入れてもらって、ほんで陽介さんの魚を俺 LINE で見せてもらったんや。おい待てって、お前の方がええやないかって、お前余裕で言うたはずよ言うて、振り返るみたいな、うん、ほんでほらある程度見るやんその頃って、うん、そうそうですね、いろんな賞金、ほんなら俺一番あるなって思ったのその陽介君のやつやったんや、ね、お前これ一番あるやん、びっくりしたやん、お前のは相手、俺のもこの動画を送ってみせて、お前のもええやないかと、そんな時の方がええ結果でらいなんか言って、ほんでワンツーほんで3倍やったやろ、相当受けたもんね。いやでもこの話を聞いた後その結果見たら、うん、すごいお話ですよこれ多分。ほうやね、ほんといろんなドラマがあってよ、面白いわね。いやだって全国の舞台でそんな話をしてるんですよ。ほんでしかもその話をしてた人らが1,2,3取ってるんですよ。だけど本当にそれ俺が思っとったんが、仮に生きとったとしたらよ、それはまた結果が違うかったやろうけんよ、どんなになっとったかわからんし。え、ほな 1,2,3 があったかもわからんですね。けどないわ、多分本当に親で、あ2歳にしよう親にしようって多分、はい、なっとったやろうし、これがうまいこと育っとったらよ。ほんでそのイオルス若の方2番のやつは岡山持っていっとったかもしれんし。なるほど。あ、で、あのせいさん全然話変わるんですけど、今年の東西の今年のこの施設での出来はどうなんですか。やれるだけはやっとる。あ、で気になるのはどれか見てみるし、なんか例えばせいさんがこいつちょっと面白いやから見せたろうっていうのなんかいます。それはぜな、メインかぶりしか机になるやろ。いや、あれね、いつも見てるんですけど、なんかもう、あの教会系のなんか面かぶりで、うん、あの圧巻的な姿、いつも池の中で見てるけど、うん、すごいなと思って。面かぶりだけど何本か、ほんとね、はい、その品評会に使えそうなのおるんや。あっちかもしれん。あ、ほんとですか。うん、見つけとんね、姉さんが。俺も自分の近所でいつも見たんだ。はい。どっかにおるんだけどね。へえ。ちょっとこう空中交差してください。どうも。さっき見つけてくんやったな、金魚。あ、魚ですか。いいですよ、別にゆっくりで。へぇー、前さんの見た目でとすくてみよう。僕が言うたやつ、うん、あ、わかりました。一匹ぐらいはおるやろ。いや、それはおるでしょ、こんな買いに使えそうな、絶対に。ちょっと待ってくださいね。俺は貝よりその種、はい、みたいな見つける方が面白いと思うよ。あ、なるほど。うん、本当にこんなんなんかな。はい、まあ、メインカブリはないんだけど、はい、俺的には好きなの。
俺的にはね。うせいじさんところの魚ってこの小さい時からでもこの小さいの混ぜとることないこいつ。いやめちゃめちゃ混ぜてます。片手がなんか白いの。私ちょっとショックだ。見るんやなかった。もうでも完全に誰が見てもせいじさんの魚って分かりますね。こう大きなったらなんか迫力出そうだもんな。いややばいと思います。キリッとしてるよね。はい、まだね。だから、はい、次せいじさん選んでる。そうですね。あ、そうか、そうですね。さっきから見てたんです。マジで、はい、すごいな。あのなんか面かぶりっぽいかつぶしっぽいこいつとかもすごい気になってました。このどっちここ左、そうです、はい、それです。これ、はい、うん、かわいいよ。かわいい。ちょっと見てもね、あれでね。はい、なんか小さい時からほんまにおませさんですよね。うん、今なんかよかったね。でもやっぱりこんなんが後につながると思うわ、その迫力っていうの。はい、そうですね、もちろん。だって出世していく魚を俺らは作ろうと思っとるけん、これよりもうちょっと、うん、もうちょっとって思ったら。でもね、多分みんなこう、初心者の方だけに限らず、みんな小さい時からこの魅力ある魚をずっと育てていきたい、作っていきたいと思っておられるんですけど、うんうん、なかなかその色変わりが終わった直後にこの姿を見せるっていうのがなかなかないんですよ。どう言ったらいいのかな。自分の中でも自分の池とこうして今せいじさんのところに見させてもらって比べた。もう家帰る嫌やもん。なんでとか思う。それも楽しいよね。俺なんか俺も毎回その始めた頃、うん、行ったら本当嫌になって帰って線抜こうか思えたけどね。そう、今その気持ちです。本当にそれもやっぱしほら刺激になるやん。まあ確かに負けんどうと思ってね。まあそうですね。次の日から足をこうしよう、どうしたらええん言うて。でもあのラン中の時間ってその戻ってこないじゃないですか。来年交渉っていう形にしかならないじゃないですか。うん、いいこと言う。うん、そうやり直しは期間は期間ですよね。うん、けどね、俺がその数年間、数十年、10年ちょっと通ってわかったのは、やり直しは期間けどそのパワーアップはできるぞって途中からね。なるほど。うん。言う